野間崎灯台は愛知県北郡美浜町の野間崎に立つ中型灯台である。通称は野間灯台。海側から見た野間崎灯台。2010年。1921年3月10日に設置された愛知県最古の灯台で恋愛上就のジンクスでも知られる。2008年には野間崎灯台機器改良改修工事が行われ、第5フレネル式レンズは LED 陶器に交換され高度は 15000CD から 590CD へ、光立ち距離は約 25km から約 15km となったものの省電力化され災害にも強くなった。この時交換されたフレネルレンズは三重県にある大王崎灯台に資料として保管されている。夕暮れの野間崎灯台と恋人たち灯台の周りは 2.5m ある。 鉄製の柵で囲まれており、この柵に恋人同士で南京錠をかけると恋愛が成就するというジンクスが雑誌などで紹介されたことにより広まり訪れる人が増えたため、この状の重みで柵が倒壊するという事態が起きた。これを解消しようと2千年四月、三浜町は東大脇の小公園に恋の水神社から譲り受けた石材で作られた恋の鍵塚を設置したが、 認知度は低く効果は上がらなかった。このため、2011年10月30日に、三浜町と日本福祉大学が共同で、南京城の取り付けられるアルミ製のモニュメントを制作。モニュメントは、終始戦なく永遠にという願いを込めた五線譜をモチーフとしており、絆の音色と名付けられた。2012年11月4日には、新たなモニュメントとして、 絆の鐘が設置されている。灯台の向かい側、道路の反対側には、有料の駐車場が存在する。ありがとうございます。